西の都のカプセルコーポレーションに行かなきゃ。つかめ新たな希望、遥かなるナメック星へ。もしかしてもう宇宙船ができたのかな。相談だなんて僕に手伝えることなんかあるのかな。大きいなあ、ブルマさんの家。あ、来たわね。ん？どうしたんです、ブルマさん。ほら、今度ナメック星に行くじゃない。そのための宇宙船を改装してるんだけど、部品が不足してるのよね。は、ソン君も入院してて動けないし、だから部品の素材集めをお願いしたいのよ。なるほど、わかりました。任せてください、ブルマさん。オッケー。じゃあ頼みたいのは、それじゃよろしくね。
なあ。はい。サンキュー。気をつけた方が良さそうだな。じゃあな。しなきゃ。はあ、よ。
おい、すまないな。
Thank you.
で合ってるよね。
ぞ。これで大丈夫だよね。ブルマさんに届けに行こう。でも、なんとか勝てそう。ブルマさんの家はどこかな。早かったわね。これでよかったですか。うん、問題なし。ありがとね。宇宙船ババッと仕上げてみせるから。はい、よろしくお願いします。さあ、宇宙船の方はバッチリ完成よ。ごはんくん、出発の準備ができたら教えてね。出発したらしばらく地球に帰れないから準備はしっかりしておくのよ。準備はもう大丈夫？ドラゴンボールを探しに行くぞ。はい、ピラフ様。あの小僧が来ませんように。
準備はもう大丈夫？オッケー。それじゃあ私は宇宙船の最終確認をしてカメハウスに向かうわ。ごはんくんは先にクリリンくんと合流しててね。